はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。ワイヤージャ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきます。今年度からの非課税世帯にも10万円給付だそうであります。なんか物価高騰対策だかなんか知りませんけども、記事の要約、昨年非課税世帯に10万円給付したと。この時もですね、奥様方の間では私んちはもらえなかったわよ、おほほほほというマウンティングが あったみたいなんですけども、今年から非課税世帯になった世帯、に10万円給付、昨年、給付済みの世帯は除くということで、まあ収入下がったとか、定年退職したとか、そういう人らだけ対象、去年もらった人はダメで、いうことらしいんですけど、プラスですね、非課税世帯の子供がいる家庭は1人当たり5万円給付する。子供が2人いたら10万円、3人いたら15万円と。これは去年もらって今年はダメよっていう世帯にも子供がいれば5万円あげますよ、いうことなんで、つまりですね、稼いだら負け非課税世帯が勝ちということになりますかね。ネットの反応です。票を金で買う自民党、そういうことじゃない、納税者差別、また世帯差別か、貧乏人ばっかり優遇、少額納税者が一番きつい、納税してる層だって苦しいんだぞ、そんなに給付がしたいのか、消費税なくせばいいだろ、税金払ってない人に税金ザバー、検討とばらまきしかしてないな岸田。非課税世帯に給付イコール稼いだら負けっていうのは所得で差別ってことですよね。199万円までは10万円もらえて、200万からダメーってなると、その辺のボーダーにいる人は悔しいでしょうね。子供がいる世帯に給付は未婚世帯や不妊世帯差別になりますか。135万円以下っていうのが非課税世帯だそうで、そんなに数はなさそうですけどね。まあ年金だけしか収入がない方とかが該当するんじゃないでしょうか。っていうか大部分そうなんじゃないでしょうか。200万円ぐらいの税金払ってる世帯も苦しいと思うけどな。生活保護世帯や外国人非課税世帯にも配られるかは不明、記事にありませんでした。外国人非課税世帯は、生活が困窮してんなら帰国すればいいわけで、外国人非課税世帯はさ、貧乏で困ってるっつんだったらさ、帰国すればいいわけで、帝国にいる根拠が希薄なんでは。少なくともですね、日本で生まれて、日本で生きて、日本で死んでく日本人には、帝国しか居場所がないわけで、帰るべき祖国がちゃんとある人が、日本で非課税世帯で困窮してるっつったら、帰国すればいいのになぁ。別に引き止めてないからさ。低所得者数を救済したらいいんだったらですね、手っ取り早く食料品の消費税ゼロにすればいいのになぁ。いきなり消費税ゼロにしたいところですけれども、それで結構問題があるって言うんだったら、食品だけでもゼロにしたらいいのにな。低所得者ほどエンゲルケース高いんだから、これは結構な救済になるんじゃないでしょうか。まあ減税はね、決してやりたくない財務省とその犬の岸田総理、はやりませんけどね。そんなことね、財務省が増税に邁進する理由はですね、しつこいようですけど、北朝鮮みたいな社会を目指してからですね、財務省官僚どもが目指している究極の目標、理想は 100% 納税させて、支出先は自分らで差配するっつ、まあ北朝鮮の独裁者になりたい、全部奪って自分ら配っから
ていう絶大な権力、権力者になりたいっていうのが財務省の官僚どもの究極の目標であります。自分らの孫も子孫も重税に苦しむのにバカな連中だと私はつくづく思います。財務省の中にね、減税した方がむしろ税収上がりますよって事実を言い出すやついねえのかな。そういうやつは出世できねえのかな。バカに囲まれててバカの意見が大多数で、財務省の官僚どもね、消費税だって有権者の過半数がなくすべきって思えばなくなるんですけれども、医療がとか福祉が財源がとか一人当たりの借金がっていう財務省の洗脳にですね、合理、真実、事実が負けてる状態ですね。消費税減税すればですね、総税収は上がるんですね。実は今まで何回、1回2回3回4回4回消費税上げてますけど、そのたんびに景気が冷えて総税収下がってますから、これでまた 8% に戻しますっつったら総税収は増えるはずなんだ。そういう合理にですね、財務省、事実にですね、財務省の洗脳が勝っている。増税しかないみたいなね。まあ、新聞とテレビがですね、財務省に逆らえませんで、この洗脳に加担してますから、まだまだ強いですね。ガソリン二重課税のトリガー条項だって、先送り決定しました。昨日あたり。自民、公明、国民民主が、話し合ってたものなんですけど、正式に先送り決定だそうであります。4月8日、経産省、国会答弁。レジ袋有料化は実質義務だが義務ではない。なんかわけわかんねえこと言い出したぞ。法で強制っていうのはですね、憲法22条、何人も公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有するの解釈で、営業の自由もあるっていう、そういうのに違反してるって、たびたび指摘されておりました。このレジ袋有料化っていうのは上に上げるたびにね、環境省がですね、法律ではなく省令、環境省だけの一存で決める省令で押し切ったそうであります。77歳の原田義明っていう議員がですね、環境大臣の時にうまくダマグラがして通したみたいであります。ネットの反応です。しれっと言ってるけど大問題だろ。これって罰則なかったっけ。絶対あっただろ。これ違反すると50万円罰金だって。それなのに義務じゃないってどういうことなんだいう話ね。50万払えばいいんであって義務ではないとか、そんなことを言うつもりなんでしょうか。経産省はね、まあ、環境省ですけどね、罰則だ義務だって言ってたぞ。近年稀に見るクソ政策、勝手に義務化だと解釈した店側が悪い。ドンキではレジ袋有料化の義務化に伴いって館内放送してる。不景気に一役買っているのは確か。店員が一番大変。マミマートは袋つけてくれる。ヨドバシは無料やで。さすがやな。島村も無料、セイコーマートも。勝手に有料にした民間が悪いのであって俺らは悪くないっていう、本当にずるい。無言で買えなくなったのが一番きつい。良かったのは進次郎がバカだと周知できた点だけ。自民党の議員がですね、賢くていろいろ分かってればですね、こんなバカ症例出せないのに、バカで世間知らずで勉強不足で事なかれのくせにいい人ぶりたい欲求すさまじいから官僚に操られちゃうんだよ。77歳、当時の環境大臣、持参の買い物袋を悪用して万引き激増だし、プラゴミ減ってねえっちゅうし、まあ、世紀の愚策には間違いないですね。立憲や共産などの論外野党が論外で、投票の選択肢ねえから自民党も劣化が甚だしいですね。どんなバカでも自民党の方が論外よりマシだからしょうがねえなっつって自民党が当選しちゃうから、こんな風に劣化していくんですね。参院選東京の方は私に投票するっていう選択肢あります。私立候補する予定ですから、
全国比例使うのはまだまだ分不相応で慎重に。つうか、今の私の財力だと、10人履行させるのに、比例使うためには、10人、履行させないと使えないという縛りがありまして、新党国盛の東京選挙区に出る人をですね、57歳の、男性なんですけど、元自民党の衆議院議員を3期やった人らしいです。3回とも比例当選って珍しい人。自民党であるってことが取り柄の人なんだな。こんなこと言うのもなんですけど、この人ね、与党自民党に3期いたけど、その間なんか良くなりました。なんかこの人が良くしました。世間をさ。この人ね、共産党は人殺しの集団ですって国会で言えんの？私は言えますよ。区議会では言いましたよ。そのせいでですね、議員資格剥奪の、そういうのもあるですね、懲罰委員会にかけられましたけれども、国盛の東京選挙区の候補は元自民党で10年以上、3期って言うから10年以上だね。10年以上やったけど、世の中ちっともよくできなかった人。国会で共産党は人殺し集団って言えんのか、この人がね。まあ皆様こういうのもご参考になさってください。週刊実話、日本ジャーナル出版が、毎日っていう週刊誌だから出してるらしいんですけど、アニメ、スパイファミリーの中に、27歳、その年で、独り身はないわね、って、セリフがあった。ギャオーンと騒いでおりました。まあ、これは、反結婚工作っていう感じでしょうか。ネットの反応です。アニメに傷つくとかアホちゃうか。設定が昔だからだろ。東西ドイツの話だろ。その時代に未婚差別とか騒いでるやついねえよ。アニメのセリフにまでケチをつけるとか頭おかしい。嫌なら見なきゃいいじゃん。毎日らしい言いがかり。世間では誰も騒いでないという。アニメにはホモとユリが多いけど、それはいいのか。勝手に傷ついて文句言っても根気が遠のくだけ。何でもリアルだと思っちゃうなんて、脳に障害でもあるんじゃないですか。あらゆるヒーローものは全部暴力なんだが、それはええんか。アンパンマンもね、結局最後にはアンパンチで解決しますよね。つまり暴力。毎日なんて読むだけさーん。毎日必死の工作にもかかわらずですね、嫌なのはみんなバーガーとかですね、アニメに腹立ててて頭おかしいのかっていう意見が多くて一安心であります。27歳の女殺し屋ヨル・ブラウンが同僚からですね、独身女性は怪しまれるって聞いてですね、殺し屋家業を続けるために西側スパイのロード・フォージャーの偽装結婚の話に乗るっていう筋なんですけども、その時に同僚の女性から27歳で独身はやばいって言われたりですね、ガチで泣いちゃった、27歳で結婚してないのはが火の玉ストレートすぎて私は塵になった、27歳その年で独り身はないわねって言われて画面殴りかけた、シングル独身女へのディスリップにこっちまで投げてくる、27歳だと怪しまれるってとこ地味にダメージ負いました。存在すっかわからない意見が紹介されてますけど、これはまあ毎日記者の脳内の声、もしくは実際こういう声があったとしてもですね、これを記事に採用するのは記者の C ですね。全然違う意見もあったけれども、そっちは載せないっていう、記者の C だと思います。これはフェニーがやってる反恋愛、反結婚、反出産運動の一環ですね。27歳で結婚しねえで何が悪いんだ、つべこべ言うな、ギャオーンっていう、工作でしょうね。まあ、帝国を少子化してですね、力をそごうってする外国勢力と、この世は悪だ、革命が必要だ、
って叫びたい共産主義者、共産党が結託ですかね。証拠はこちら。フェミの正体は共産党である。共産党の支持団体全労連とフェミズム労働組合が仲良くデモをやっている写真であります。これ夜なんでちょっと映り方が変ですけれども、ついでにですね、結託している外国勢力はですね、世界に誇る帝国アニメに妬み、そねみ、ひがみの感情を持ってて、漫画とアニメに好んで攻撃を仕掛けます。フェミはアニメや漫画には噛みつくけど、まあ、フェミというのは左翼プラス外国勢力ね。外国人映画監督の醜聞には一切だんまり決め込んでおります。フェミは左翼プラススパイって知っておいた方がええですね。で、反恋愛、反結婚、反出産で男女分断、専業主婦増、まあ、幸せな家庭っていうものを日本人に気づかせないようにあちこち噛みつくっていうのがフェミのお仕事っていう感じですね。ロシア下院副議長、北海道の全権はロシアにある。ロシア国営タス通信、金星はロシアの惑星。モスクワ市議会、バルト三国、ポーランド、モルドバ、カザフスタンをウクライナ同様に非ナチ化、つまり侵略すべき、拍手喝采。プーチンの狂気が伝染したか、まあ言うことなすことみんなおかしいな、どういう教育受ければ、どういう洗脳受ければこういうこと言い出すのかな、ちょっと興味がありますけれども。 FNN 報道、4月20日ヤロワヤ下院副議長、日本の防具服支援を非難。ウクライナに科学的または細菌学的な攻撃を準備する機会を与える。として日本がウクライナに防護服とかガスマスクとか送ったことを非難したそうであります。ネットの反応です。何言ってんだこいつ。どんな難癖のつけ方だ。頭がおかしいのがよくわかる。俺たちが細菌兵器使えなくなるからマスク提供すんなってこと？マスク渡されると困るって。ガス使う気満々やんけ。不可侵条約一方的に破った卑怯者のくせに。マジで北朝鮮と変わらん。ロシアが化学兵器使うと認定したから切れ散らかしている。まあ日本がですね、ロシアのガスに備えてください、って言ってですね、ロシアはガス使いそうです、って、そういうことでマスクを送ったから、まあ、切れてるっていう話ですかね。中国と北朝鮮とマジで同レベルだった。それよりひどいかもよ。なんつったって中身ソ連ですから。ウクライナに科学的または細菌学的な攻撃を準備する機会を与える。翻訳がいまいちでよくわかんないですけど、これね、なんとなく切れてんのはわかりますね。ウクライナが化学兵器、生物兵器でロシアを攻撃するって、いう前提らしいですけど、世界はですね、防護服とガスマスク渡されて不満ってことはそれ使う気だったんかーいってもろバレですよね。狂ってる上に巨バカ、超バカみたいですね、ロシア政府ね。合理的判断がすでに喪失してるみたいです。これは北海道にも来るかもしれないですね。自衛隊さんには頑張ってもらってですね、一般人の我々は橋本徹とか鈴木宗男のめちゃくちゃな理論の擁護に惑わされませんよ。惑わされませんよ。黙れスパイ。この一言だけで切りつけて片付けて、いいと思います。というわけで5月4日NHK スクランブルでも in 渋谷開催予定でおります。日本改革党代表付きのたっくん、予定入れないでまた車出してください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。